皆さん、サンコミは鈴名すばるです。皆さん、サンコミはあずきです。皆さん、サンコミは水品葵です。ということで、この番組は、はい、今年の夏に楽曲をリリースするために結成した私たち3人のユニットショットガンローズがミラクルを起こしていこうという番組です。はい、今回も文化放送のスタジオではなく、3人がそれぞれの場所からリモートによる収録を行っております。はい、元気かね。元気だよ。元気だよ。あ、もうそれだけで安心。誰誰おばあだよ。2人になっちゃった。はい、ちゃんと食べてるかい。食べてるよ。ママいるわ。はい、そして番組の進行役は毎回当番制になっております。今回はショットガンローズのツッコミ番長こと、はい、小魚水品葵が進行を務めます。あら、かわいい。まあね、たまにはたまにはたまには、はい、たまにはいいでしょう。そしてこの番組をご覧の皆さんはツイッターの実況も盛り上がっていきましょう。ハッシュタグは、じゃあスバルちゃん、ハッシュタグ何かな。ハッシュタグはサンコミです。数字の3にカタカナでコミです。いや誰誰かよち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 誰ママが慰めてる。ママはい、じゃあこちらぜひつぶやいて盛り上げていきましょう。うん、そうということで、今回のスリーコードミラクルを始めていきたいのですが、うん、あのコーナーやっちゃいますか。来ましたか。スリーコードミラクルがミラクルな行動をする。イエーイ。さあ、はい、毎回3人で力を合わせて、はい、お題の行動に挑戦して、まあ、サクッとね、ミラクルを起こそうというコーナーでございます。はい、ここでミラクルが大きいヒント、番組が始まりません。実験、はい、分かっておりますか。ります。はい、さあ、今回ミラクルを起こしたいお題はこちら。雑誌の登場人物。おー、雑誌。そう、今その別個の場所におるやんか。はい、うん、そこで適当にこう近くにある雑誌開いて、うん、そこに出ている登場人物の性別と年齢が3人揃ったら成功です。性別と年齢ね。なるほどね。性別と年齢ね。年齢が、まあ、ざっくりでいい。10代、20代、30代みたいな感じでザクザクと刻んでいきましょう。OK。ということでね、すぐ合いそうじゃない。そうでもない。なんだろう。え、そんなまんま自信満々なん。えわかんない。何の雑誌を見てるかによるよね。まあ確かに。と、2人ともさ、近くに雑誌とかある？はい、持ってきました。あ、持ってきましたよ。OK、丸です。はい、それではスタート。ということで、え、何、雑誌をパラパラパラってめくって、そう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 、パラパラってめくって出てきたやつ。うん、ではせーのじゃあスバルから順番に、じゃあ性別と年齢教えてください。40代女性。あずまま。10代女性。水品葵、20代女性。合わない。え、でも女の人っていう共通点はあったよね。あったね。うんうんうん、ね、年齢がちょっと違った。そっか、いける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 。よし、もう一回。よし、じゃあもう一回選ぶとかいくよ。あ、いいよ。うん、せーの。はい、じゃあもう一回スバルから。はい、20代男性。あずきちゃん、20代男性。10代男性。おー、いい。なんだこれ。いい。くそー。なんだこれ。くそー。くそー。いや、空気は読めてる。空気は読めてる。読めてる。女性男性は合ってる。そうね。よし、もう一回いくぞ。はい、うん、じゃあせーの。じゃあもう一回、はい、スバルから。30代男性。あずき。はい、10代女性。水品、60代女性。おいおいおい、水
みんな何系の雑誌？何系？ね、いろんなのをかき集めてる感じ。持ってるのいっぱい持ってきて、なんか自由に開いてる感じ。同じく、なんか適当に漁ってる。ね、漁ってる。あずままも？あのですね、VTuber の雑誌ですね。おいおい、なるほどね。あ、難しいな。それヒントになるかな、でもちょっとは。でもちょっとなるかも。60代とかいなそうだもん。はい、そうなのよ。めったに出てこないよ。そうなのよ。もうさ、最初の何十代すら合わない。お、ちょっとね、今性別だけでもいいことにしようか。ちょっと甘やかしてくれてる。どんなミラクルや。甘えてみる。そうだね。甘えてこ。まあ、あのこれで逆、まあ、これで合わないのもすごいな。じゃあもう各自開いてください。いろんな人がいるんだなっていう。いろんな、もうこの人しかいない。ね、はい、開きましたか。開きました。よし、では男性女性言いましょう。せーの、女性。あ、ミラクル。これは一応これ、まあ、ミラクルということでいいんですかね、今回。ミラクルなの。ひどくなって、ひどくなって言ってしまったな。まあちょっと今回ね、あのこういうこともあるよっていう一面としてね。今まであんだけすごかったのに。そう、そんな今までがあのミラクルすぎたんよ。これだけでもミラクルよ。そうや。都合よく行きましょう。ということで一応、まあ、一応ミラクル起こすことができました。イエーイ。というわけで、まあ、なんとかね、番組を始めることができます。長かったな。ということで、スバル、あずき、みずしの3コードミラクル、あいしら3人が起こすミラクルを見逃さんといてな。スバル、あずき、みずしの3コード3コミ活動報告。イエーイ。私たちショットガンローズの3人は今年の夏に楽曲をリリースするわけですが、このコーナーではその活動報告をしたいと思います。なんやけど、はい、今回は何でしょう。緊急企画です。何を早速タイトル発表しましょう。はい、こちらです。あずきとスバル、もっと接近しよう。なんだなに。まあ、あの前回この番組の中で、うん、過去の悪いことしちゃった告白大会が残業したところ、そう、あのあずちゃんから番組始まる時からスバルが自由すぎて仲良くできると思ってなかったっていうちょっと衝撃告白がありまして、あのグザって刺されたやつです。スバルがスバルおかしいな。スバルもあとちょっとでチューできるくらいの近さだと思ってたんだけどな。一気にこうチューしような。わかった。ちょっと違いになってきちゃう。まあまあな、言えるくらい、まあ、今は多分仲良しなんでね。仲良くなかったら言えないしね。そうよ。今回ね、はい、あの、うん、改めて2人がさらに、はい、よりで仲良くなれるようにこの場を設けました。 ありがとうございます。なるほど。そう、今から2人には2択問題を全7問出題するので、はい、それぞれ自分ならどっちなのかを答えてみてください、はい、例えば、うん、山派それとも海派みたいな問題が出ます。なるほどね。2択ね。2人の答えがそうたくさんね、たくさん一致すればお互いの距離が縮まるはずなんですよ。共通点をね、見つけていこうね。なるほど。見つけてこうね、赤字の扉。大丈夫かな。まあ、大丈夫、ね、まあちょっと不安もありますが、まあ、はい、多分大丈夫でしょう。ということでどんどん出題していくので、はい、あのじゃんじゃん答えていってください。ということで、はい、あずきとスバル、もっと接近しよう、二択問題スタート。問題はこちら。じゃらん。第1問、生活スタイルは朝型 or 夜型。うーん、はい、
それではお答えください。せーの、朝方。まあまあまあ、ではどんどん行きましょう。どんどん行きましょう。芸人になるなら漫才オアコント。違い何？オッケーオッケーオッケー。フィーリング、フィーリング。言うわ言うわ。せーの、コント。コント。おお、すごい。スバルのフィーリング。どういうこと？よし、この調子でいきましょう。はい、はい、それでは第3問目。漫画本の帯は捨てるおは綺麗に取っておく。帯って何？よし、フィーリングでいく。いやいやいや、あの下についてるさ、あるやん。うん、紙。あ、しおり？いや、なんかこの漫画がおすすめですみたいなさ、なんかペラッとついてる。あー、キャッチコピーじゃないけど、下になんかちっちゃくついてるやつか。それを、そう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 、捨てるか、うん、取っとくか。だって、あー、オッケーオッケーオッケー。うん、それではお答えください。せーの、綺麗に取っておく。おお、いいよ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 、その調子その調子。いきましょう、第4問目。ゲームをするならアクションオア RPG。 はい、うーん、決まりましたか？うん、はい。せーの、 RPG。 ぐわ。まだ半分いる。もう次行こう、次次。いける何と戦ってるんだ。それでは第5問目。鍛えるなら腹筋おは腕。うん、はい、さあ決まりましたか？はい、うん、それではお答えください。せーの、腹筋。腹筋。おー、いいよね。いいよいいよ。よいよ、よいよ。この流れでいきましょう。ね、いきましょう。それでは第6問目。みんなでお出かけして迷子になったら自分から探しに行く。わ、探しに来て。迷子になったら、そう、迷子にあなたはもうなってます。なってるね、これは。探しに来いか、自分からみんな見つけに行くか。はい、来い。はい、来い。オッケーですか？うんうんうん、それではお答えください。せーの、自分から探しに行く。だろうな、これは。なんとなく予想ついたわ。だってこうちゃんと合ってるじゃん、こう探しに行くのと。あ、そうそうそう、こういうことなんだよね。あるよね、やっぱママだから、まあね、そうそう、探しに行く、スバルを。そうそうそう、スバル子供だから。それでは最終、あ、最終問題に行きましょう。早い。第7問。好きなお弁当は肉は魚。うわこれでも、もうどうする？答え分かりやん。どういうこと？まあでもとりあえず好きなやつだから、これは好きなお弁当ね。うん、はい、そう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 、 OK ですか？自分に正直になろう。 OK です。なろう。それではお答えください。せーの、肉。肉。やったパチパチパチ。ということで終了。どうだった、どうだった、何問？全部で7問中4問一致しました。よかった。半分以上いたね。半分以上一緒や。あと迷子になったらちゃんと助けに行くから、スバル。そう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 、これももう一緒と一緒。そうそうそう、ん、一緒と一緒。そうね、あの一緒だ。第6問目のみんなで お出かけして迷子になったら自分から探しに行こうは探しに来てっていうので、読んでる時からもう絶対これ答えみんな分かるやろなって思ってた。性格上絶対そうやんって。そう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 、まあこれは理にかなってるね。そうですよ、そうですよ、うん、理にかなってるからいいね。そうね。でさ、第1問目あの合わんかってんけど、生活スタイル、うん、朝型おは夜型。うん、あずちゃんが、これは、あずき、あずきはなんかその朝の光に浴びたいんですよ。日光ね。健康。え、スバルは日光よりも夜がいい。
スバル明るいところあんまり好きじゃないんだよね。おいおいおい、お前ステージ上に立ってスポットライト照らされてんちゃうんかい。そうなんだよね。あと朝は眠い、もうどうしても眠い。あ、それはそう、それはそう、うん、それわかる。そうそうそう、それ、ね、夜は眠れないもん、もう。真逆やな、すごいな。でもそれやったらさ、そう一緒にさ出かけれる、朝方と夜方の人、その間を縫って。あ、昼間、昼にいい感じに行く。いい感じにね、あの3時のおやつぐらい。そう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 、3時が寝れるっていう感じ。そうだね、3時のおやつを一緒に食べに行こうみたいな。そう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 。ちなみにみずじはどっちですか？私ね、最近は朝方になりました。おお、もともと夜型やってんけど、うん、ちょっとあまりにも不摂生な生活が続きすぎたので朝方にチェンジしました。そうだよね、お家にいるとなんかだん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 さ、こう昼夜逆転してきて、なんかわかんないうちに一周してるみたいな、うんうん、そう、健康なのよね。確かにね。でもすごいよね。うん、どんなに遅く寝ても、うんうん、あれにしたの、9時には絶対起きるって決めてるんだ。あ、そうなの？偉いよ。え、じゃあ偉くない？え、最高一番遅くって何時に寝たの？本当にあの何もしないでも寝れない日は4時とかまで起きちゃうことある、うん、あ、そっか、5時間ずつしか寝ないってこと？そう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 、辛くない？そんな朝辛くない？全然ある。辛い辛い、寝れんくて朝まで起きてること全然あってんけど。あるよね。うん、なんか、あ、そこ日照ってきたな、じゃあ寝やすいわみたいな。そう、あの基本夜型人間そんな感じ。でもだんだんさ、日が長くなったからさ、なんかさ、うん、夜の時間が少なくなってない？なんか、うんうん、なんか、あ、でもわかる。そう、なんか今日とかもさ、こうなんかなんか7時ぐらい、7時はもうあれかな、もう、まあ、全然明るい感じする。うんうんうん、いや明るいよね、うん、まあちょっとずつね、あの健康になりましょう全員で。そうだね、健康になる。家にいるとね、なかなかほらね、なんか健康、ね、そうそう、動かないからさ、ちょっとやっぱ動こうって思って。確かに。そう、さあ、ということで最後にお二人にお聞きしましょう。距離感は縮まりましたか？せーの、縮まった、縮まった、縮まった。うんうん、縮まった。大丈夫、本当に。コントやるか、スバル。大丈夫。もうやろ。せやな、コントするしかない。あの、まずコントっていうのが何っていうのを調べて。そう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 、そう、コントと漫才の違いを調べてから、あの発表してください。あの小魚に先生になってもらって、ちょっと頑張ってみる。ツッコミとかもね、やってほしいです。そうそうそう、マジか。台本とかも考えてもらって。全部丸投げ。おいおいおい。おいおい、自分で考えろよ。はい、まあでもね、一応縮まったということで、まあお二人さん仲良くやっていきましょうね。やっていきましょうね。3人でやってこうね、はい、ね、やってこうね。というわけで、あずきとすばるもっと接近しよう二択問題でした。イエイ。夏のリリースに向けて残り数ヶ月、ミラクル起きますように。さてさて、それではここで一曲お聴きしていただきたいと思います。今回は私、水品葵が選曲させていただきました。この曲はですね、あの先日キザ MV も発表されました、水品葵のソロ曲になっております。浄化されました。あ、本当に。あまり夏消えないでね。やったね。それではお聴きください。水品葵でメロ。ミラクルさん、いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。ということで、リスナーの皆さんからも身近なミラクルエピソードを送っていただくコーナーです。今回はラジオネームピーダ太郎さんからのお便りです。お、じゃあこのメールをスバルに読んでもらおうかな。いけるか、大丈夫か。いいかな。よく聞いててね。聞いてる、ちゃんと聞いてる。開かずの扉さん、小魚さん、スバル様、3組は3組は、はい、3組は
来週、あ、来週じゃない、間違えた、毎週楽しく拝んで聞いております。ありがとうございます。体調、私は名古屋に住んでいるのですが、半年ほど前に出先で出張でね地元の広島に訪問する機会がありました。すると、うん、あ、訪れる、うん、すると、なんと宿泊先の宿泊者もうこういうのやめてほしい、本当に感じ、宿泊先のホテル、高校が、宿泊先のホテルが高校の同級生の勤め先でした。そして知り合い特典ということで、無料で部屋のアップグレードのドリンクのサービスが受けられました。しかもその日は小魚こと小魚の生生誕配信があり、リッチな部屋でビール両手にそれを楽しんでおりました。ミルクミルクあずまま、はい、あずまま褒めてあげて、えらいな、えらい、よく読めたなということでありがとう。ということでね、ピダ太郎さんのお便りなのですが、うん、これすごいね、いいね、知り合いだとなんかいいね、いいね、ちょっとテンション上がるよなこれ、びっくりしそう。個人的に嬉しいのは、あの水品葵のその生誕配信と同じ日やっていうのがちょっと嬉しいなと思いました。素晴らしい、水品の配信、生誕配信を見て、うん、見てグレードした部屋でビール、ビール両手ってどういうこと？うん、そうだよ、まああの2本ぐらい持ってんじゃん。すごいね。いや、待って、これはミラクルだったんじゃないでしょうか。ということでミラクル、お便りありがとうございました。引き続き皆さんのミラクル体験を募集しております。身の回りでミラクルが起こった人、この番組にいらっしゃい。スバルあずきみずしのスリーコンのミラクル、お別れの時間が近づいて、早いした、早い、はい、じゃあメールアドレスを、スバルちゃん読めるかな、本日2回目のスバルちゃん読める。番組では皆さんからのメールをお待ちしてます。メールアドレスはサンコミンアットマーク joqr.net、 数字の3、アルファベット小文字でcomi@joqr.net です。はい。ミラクルさんいらっしゃいのコーナーでは、皆さんの身近なミラクルエピソードをお待ちしております。その他、私たち3人の質問やメッセージといった普通のお便り、普通お便りも送ってください。そして、この番組のアーカイブのお知らせを、開かずの扉ちゃん、読んでください。オープンザドア。はい、かわいい、何やこれ、英語かい。はい、この番組は、後日 YouTube にアーカイブがアップされます、文化放送の VTuber 天文チャンネル、文化放送 V&R チャンネルに放送から1週間後にアップします。チャンネル登録して何回も私たちのミラクルの瞬間を見てください。はい、ありがとうございました。はい、はい、そして番組公式 Twitter のフォローもよろしくお願いします。最後に私たちからのお知らせです。まずはスバル、はい、 YouTube にて個別配信がスタートしました。月曜日かなめまひろ、火曜日とうまりん、木曜日音の花穂、金曜日すずなスバル、土曜日全員集合ということで、すごい、毎週毎週1週間1日1日周りの巣だらけになってます。 YouTube のメンバーシップも始まったり、レベルアップクエストやったりしてるので、もういろいろしてるので遊びに来てください。あずまんま、あずきの方からは、5月末から、順次3曲のニューシングルをデジタル配信します。まあ、どの曲もすごく大切な曲になりそうなので、まあ、こんな時期なんでね、お家でたくさん聴いてもらえたらいいなと思っております。詳細はツイッターでお知らせします。いいね、よろしくお願いします。聞くぞ、ありがとう。
それでは水品葵からの告知です。水品葵ツイッターをやっております。アットマーク水品アンダーバー葵、ぜひフォローしてください。そして本日、かけさせていただきましたソロ曲メロンもよろしくお願いします。こちら公式ホームページにキサーの MV なども、載っておりまして、他にもたくさん情報ありますので、ぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。ということで今回の放送いかがでしたか。距離縮まったかな、スバル。もうぴったんこぴったんこか。あのカンペなんですけど、仲良く悪やっていこう。どういうこと、どういうこと、仲良く悪やんの。サニー意外と治安悪いグループだからね。じゃあまあちょっとチャラチャラ悪くやっていきましょうか、ね、やりましょうやりましょう。ということで次回はショットガンローズのお弁当係、おいスバル司会進行やからよろしく。よろしくなみんな。頑張っていきましょう。はい、それではお時間です。お相手はスズナスバルとあずきと水品葵でした。バンバンバラ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 